茅島みずきです。高校3年生で長崎出身です。みずきち、みーちゃん、ハットは名字で呼ばれることが多いです。3つ上にお兄ちゃんがいます。明るい。チャームポイントは目の下のほくろです。え、もうめっちゃお母さんに似てます本当に自分でもたまにこう写真とか見ててお母さんそっくりだなって思います。ゴルフです。おばあちゃんがつけてくれたんですけど、お母さんが妊娠して入院中に外に花水木の花が咲いてて、そこから水木ってなりました。やばい。負けず嫌い。意外に泣き虫。カラオケのお箱はドライフラワーゆうりさんの LINE の友達101人。マジか。お泊まりで必要なもの、フランスパンのカットしてもらうのにセンチを何センチが平均なのか。普通に筒状の丸いのだと2.5 から3ぐらいって書いてたんで3にしてちょっと太かったですあと今日長崎帰るので羽田から長崎時刻表です。千と千尋の神隠し。起きて顔を洗って服着替えて帽子かぶって出る。歌うか友達とゲーム。集中力は好きなことだったらあるけど嫌いなことだったらない。暇つぶしにしちゃうことはゲーム。友達と携帯でマリオカートやったり、あとはずっとやってるのはフラッシュパーティーって言って、なんかもう戦いのゲームなんですけど、それをひたすら友達とやってます。ご飯を食べるときとディズニーとか行くとき、お化けと怒ったお母さんでも怒ったお母さんは怒ったら長いからお母さんの方が怖い料理のレパートリーが少なくて結構1週間で同じ料理ばっか作っちゃう。でも親子丼はもうめっちゃ完璧で、ハンバーグも作れるようになって、まだカレーは作ったことありません。お母さんが、地元 の, すごく仲いい友達。K-POP だったり、あと地元の子だったらもうゲームの話か、その日あった出来事をすごく語り合ってます。うるさいってよく言われますね。でもいいように言ったら、ペシマが来たら明るくなったよって言ってもらいます。表情とかポージングのレパートリーが増えた。パスタ、ラーメン、納豆、ネギ、オクラ黒。動物、犬、フランスとかおしゃれだなって思います。得意料理は和風パスタ。作りすぎてるぐらい作ったのでめっちゃ美味しい自信あります帰るね。カエルピョコピョコ、みピョコピョコ、合わせてピョコピョコ、むピョコピョコ、カエルピョコピョコ、みピョコピョコ、合わせてピョコピョコ、むピョコピョコ、カエルピョコピョコ、みピョコピョコ、合わせてピョコピョコ、みピョコピョコピョコ。定期的にサロンとかにちゃんと言ってることとか、肌が荒れた時とかは漢方飲んだりパックしたりとかしてます。本当にあんまりやってなくて、美容室に行った時のトリートメントと、あとは夜にオイルつけるぐらいです。でも私ボブに合わないんでショートで、なんか小学校の時にボブにしたんですけども、親戚一同がもうやめた方がいいよって言われたんで、それ以来薬以外ではやりたくないです拭き取り、化粧水、化粧水、美容液、クリームです。でも食べたいんで、今キックボクシングに通ってて、ちゃんと運動する日を作ってます。中学2年生とかですね。でも結構オレンジ系のメイクを普段することが多いんですけど、今
今年の冬に合わせてグレーっぽいというか落ち着いた茶系とか、あの冬っぽいメイクをするようになりました。とりあえず寝て昼に一人でご飯とか行きます。ロングホームルーム教科じゃない。ロングホームルームだったら先生優しいんで友達と結構喋る時間になって教科じゃないかな、好きです苦手な教科は倫理。なんか苦手っていうか先生がめっちゃ怖くて、今一番前の席なんですけど本当に怖いんで、苦手というかまあ怖いですあ、最近というかもう結構いろんなの見てるんですけど、やっぱり圧倒的に愛の不時着がもう離れられなくて3週とか4週とかしちゃいます。少女漫画で言ったらハニーレモンソーダのうかちゃん見ますよね見て、でも私結構話しかけれるタイプかもしれないんで話しかけはします家事とか料理とかちゃんと分担してやってくれる人。うわ、理想のプロポーズは変に、なんだろう、サプライズ的なとかなんかフラッシュモブ的なのは絶対嫌で、家とかにいて普通に結婚しようって言われたいです。でも私遊園地大好きなんで遊園地に行きたいです。あ、モバイルバッテリーなんですけど、なんか間違えてめっちゃでっかいの買っちゃって4回分ぐらいできるんですけど、絶対そんな使わないんでちっちゃめのモバイルバッテリーが欲しいです。でも昨日とかですから友達とゲームしてる時はもう常に笑ってます。ライター、あ、昨日泣きました。夜中の2時とか3時に鬼滅の刃を見直して、あの煉獄さんのシーンで泣きました。ディズニーに行った時の写真です。もともとおじいちゃんがゴルフをやっていて、お兄ちゃんがその時ちょうど部活を探してて、で一緒に始めようってなりました。悪くはないと思いますが、そんな良くもないです。弱点って難しい。弱点、でも料理にネギ振りかけられてたら、結構辛い可愛い普段結構褒められる時に言ってもらえるのがかっこいいとか大人っぽいねって言われることが多いので、だからあんま可愛いって言われないから、こういう撮影とかで可愛いって言われると結構テンション上がります。でも本当に結構メンタルお豆腐なんで引きずるんですけど、時間が解決してくれます。場所によりますけど、でもオフの日あんま出ないんでインドアかなと。あ、フィルムカメラ、使い捨てっていうか切れるやつを買ってよく友達と遊ぶ時とかに持って行ってます。めっちゃありました。っていうか、なんならお母さんに今も反抗期だよって言われるぐらいよく喧嘩するんですけど、でも仲いいです中学1年生の時に事務所のオーディションを受けてグランプリをいただいてからです。モバイルバッテリー、栄養ドリンク、財布、携帯、鍵ぐらいです相手のセリフを携帯に録音して、で自分のセリフは間を作って、もういかにも会話してるような感じで覚えてます。なんか王道なザ・ヒロインっていうか恋愛物のヒロインとかやったことがなくてやってみたいですね。あ、7時間予定だったんです。撮影が2時間で終わりましたでも結構常にこう自分がお芝居して完成した作品見て、なんかやっぱり悔しいというか、もうちょっとこうすればよかったなとか、こういう風に表現した方がよかったなって思って壁に当たることはたくさんあるし、その時に悔しいなと思うこともたくさんあります。23歳素敵な女性になっててほしいな でも私その理想があって、今結構年齢上に見られるんで、
あの若いねって言われてたいですママ、ああそうだ、なんか夏号とかであのみんな沖縄行ったり海場行ったりしてて、私もどこか行きたい10段かな。10段は最近仲良くなって結構連絡も取り合うくらい仲がいいので、10段と何か企画とかやりたいです。多分洋服の系統とか持ってるものとか全然違いすぎてなったんで、なんかお互い入れ替えとかでやってみたいです。なんか地元の YouTuber さんでなんかニナニさんっていう方がいるんですけど、もうめちゃめちゃ面白くて、今フォロワーが本当にたくさんいるんですけど、少ない時から知ってますっていう自慢です無理無理醤油、何でも醤油入れるんですよ料理に。やっぱ無人島に持って行って自分で料理するときに醤油入れとけばきっと美味しくなるなっていうので醤油です。友達とかいろんな人のお家に行って何してるかみたい変態みたいです。海外旅行に行きたい。飛行機もなんかファーストクラスとかでリッチに行きたいです。でも、親にも言われるんですけど、この職業以外あんまり考えられなくていいと本当に親に頼ってばっかりでダメダメな人間になってたと思うので、入れてよかったですね、この職業芸能界に猫、私猫アレルギーで飼えないんで願望があります。すごい猫飼いたいっていう。エモだ、エゴイスト、ページボーイ、マウジなどなどです。今年なんかカラーニットが流行ってるのをお店行ってみて、まだ買ってないんでカラーニットとか買いたいです。でも気をつけるっていうよりも自分が好きな服を着るってことを一番考えてるんで、特になんか周りにどう思われるとかあんまり考えてないですね。即決ですね。なんでたまに値段見ずに買っちゃう時があって、レジ出してびっくりする時はたまにあります。思い立ったら仕事終わりに結構これもストレス発散になるので、疲れたなっていう時にいきなり行ったりとか、計画性はないです。電子マネーだったんですけど、いくら使ったとか親に結構怒られるので現金になりましたぶっちゃけ貯金はしてますけど結構すぐなくなります。可愛い女の子とかを見てるとき、それこそ私もこっちゃんめっちゃ好きで、現場でこっちゃんにあと癒されます夜中に食べるカップラーメン、幸せですね。でもありがとうとかですかね。やっぱ素直に自分も言いたいですし、言われたらやっぱ嬉しいなと思います。久々に実家に帰ってクロちゃんに会うのでよしよししたいです。私マジでモノマネないんですよ。ないんですよね、モノマネって。モノマネね、ちょっと今度絶対考えるってきます。それをいつか思ってきますんで少々お待ちください。絶対約束です。いつも先輩方が現場を引っ張ってる姿とか、すぐ困ってたらなんか話を聞いてくれたりとか、本当に助けてもらってばかりなんですよ。なんで自分もそういったちゃんと周りを見れてる、そして現場を引っ張れてる人になってたいです。座右の銘は報われるまで努力するです。ずっと言ってるんですけど、自分の連載企画を持ちたいっていうことと表紙をやってみたいです学校での目標は、もう残り少ないんで楽しむです行きつけのパスタ屋さんがあるんですけど、次の日オフで仕事頑張った後にアヒージョを一人で食べに行きます。携帯です。携帯に結構思い出がいっぱい詰まってるから、データとか絶対消えたくないし、おばあちゃんの留守電が入ってて、頑張ってねって私が電話出れなかった時に言ってくれてるのをよく聞きます。
でも意外に少なかったっていうか、あの100も最初やべえと思ってたんですけど、意外に行けました。どうでした？100も私のなんか多分大したこと言ってないんですけど、楽しんでいただけてたら幸いでございます。これからも一生懸命頑張るのでよろしくお願いします。